僕は昨日の深夜2時からずっと置きっぱなしですよ。らしいね。頑張りますね。超ナチュラルハイ。そんなナチュラルハイの任せるままに急に俺に電話くれたんだ。うん、そうそう。シャワー浴びて、ちょっとスキッとしたなと思って、どうしよう、今日、ちょっと今から昼だし、飯食おうかなと思った時に、あ、そういや、今日、ダカポのラジオだし、と思って、カズマさん暇してっかなと思って、ピッポッパってやって、プルプルってかけて、あ、カズマさん、今暇すかつって言って。いやもう暇だったけど、ちょうど俺はシャワー浴びて、パンツ履いて、頭こう、ブシャブシャってやった時に、もう乗った電話、タッツンなんでみたいな。遊べるみたいな。だって電話に出た時にあ、ごめん俺今裸なんだけどいいって言われて俺は彼女かと思ったもん。裸だけどいいって何始めんねんと思って、ね、だからね本当は外で会おうってたんだけど、俺がねちょっと本当にまだこう、一矢まとわんだからちょっと時間かかるよって言ったら、もう俺すぐ出れるとかって言うから、じゃあもうしょうがないから来てみたいな感じ。そうそう、じゃあ今から行くねって言って、本当にあの住所まで聞いたから、ナビタイムでプイプイって言って、ピンポーンと押してガチャッと開けられた時に小首までかしげて来ちゃったってやった。おー、俺ね彼女だ。そう、まだ若干ね、まあ本当おかげさまで元気になったんですけど、若干こうなんかちょっと寂しいせいなのか、キュンとしちゃってさ、リアクション小さくてさ、おんとか言って、すーげー本当にマジなリアクションされちゃって、だちょっとだけ沈黙がね、沈黙あったからね。なんか俺なんか友のもっと、まあ、先輩だけど友達家で遊びに行きたくらいの感覚で行ったのにさ、なんで俺こんななんかちょっと気まずいみたいな。なんかね、想像するとだいぶ痛いですね。そう、なんか痛くない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 。なんか初めて彼女が彼氏ん家来たみたいなさ、ほんとそんなねリアルシチュエーションになっちゃってさ、いいな、行きたかった。でそういう時に限ってお前でん電話出ねえしさ、行きたかった、一緒にやりたかったですよ、来ちゃったって。そうだよ、もうその後タッツにいろいろこう優しくこうレクチャーされて、なるほど。なんかもうなんかさ、すげー誤解しか含まない今。真面目に狙って言ってますみたいな。本当に誤解しか含まないよ。いや、レクチャーって言葉がまずかった。